皆さん、こんにちは。スクイズ速報です。200勝まであと3勝と迫っているものの、今季、ここまで一軍登板がない、東北楽天ゴールデンイーグルスの田中将大投手、1軍はおろか、2軍でもほとんど投げておらず、一体どうなるのか、注目が集まっていました。そんな田中投手ですが、先日大学生との練習試合に登板、復活のマウンドを見せてくれました。しかし内容は振るわないものに、挙句に一部ファンからは終わったのではという声も。今回はそんな田中投手の復活マウンドの内容と今後についてご紹介していきたいと思います。昨季は7勝11敗に終わり、2期続けてパ・リーグ最多敗戦となる屈辱を味わった田中投手、防御率は NPB では自己ワーストの 4.91。 これで大リーグヤンキースから日本球界に復帰した3年間で計20勝32敗となってしまいました。厳しい数字を前に、田中投手は契約更改を行い、野球協約の減額制限を超える2億1500万円減の2億6000万円プラス出来高払いで単年契約を結びました。ここまで特に自分から発信することもなかったので、いろんな憶測だったり勝手に流れたりしましたけど、条件は12月の頭ぐらいにまとまってはいた。ただその後、海外に行ったり自主トレに行ったりしてタイミングが合わず、今日という日になってしまって、ご心配をおかけしたファンの方々には本当に申し訳なく思うと、神妙な顔つきで謝罪の言葉を並べた田中投手。オフには右肘のクリーニング手術に踏み切り、完全復活を目指すことを表明。200勝という大記録まで残り3勝と迫っており、ファンからも大きな期待が持たれていました。しかしこの迷宮会入りというゴールを前に完全に停滞してしまう状況に、今季は勝利を挙げるどころか1軍登板機会さえなく、長らく2軍で調整中、昨年10月に手術を受けた影響により2軍でも1試合しか登板していない状況に、今後どうなるのか注目されていました。そして先日の8月7日に4ヶ月半ぶりに実戦復帰を果たし、大きな話題となっています。果たして結果は。この日の田中投手は2軍練習試合の富士大学戦に先発しました。そして内容は1回22球2安打2失点という結果に、復帰登板とはいえ少し物足りない結果となってしまいました。試合後に田中投手は、ほっとしましたね。ゲームレベルであれだけ腕を振って投げたこと自体が今年初めてだった。もちろんいいとは言えないですけど、すごく自分の中では大きな一歩になったと思いますとコメント。肝心の投球内容は、1回無四満塁、4番渡辺選手に対し、この日最速の146キロ直球を2球続けた田中投手、3球目の変化球を中前に運ばれ、続く佐々木選手には中義比を許すなど失点を重ねます。それでも後続は佐比、宇比に仕留めて1回を終了、失策絡みで2失点しましたが、今日146出たのは一つ大きな自分の安心できる材料と手応えを口にしました。このように手応えを口にしていた田中投手、しかしファンからすれば、この登板内容からいよいよ田中投手も終わったのではとも言われているようです。確かに失策絡みとはいえ、大学生相手に2失点外野にしっかり運ばれており、全盛期を知っているファンからすれば物足りなさを感じるのは仕方ないと言えます。また改めてかつての姿は期待できず、完全復活は望み薄な状況となったとも言えますね。そもそも田中投手は近年非常に苦しいシーズンを送っていました。2013年、24勝0敗という神がかり的な成績でチーム初の優勝、日本一に導き、その実績を引っ提げてヤンキースに移籍、メジャーでも7年で78勝を挙げ、名声を欲しいままにしていましたが、2020年にヤンキースとの契約が切れると日本球界復帰の道を選びました。しかし日本人史上最高年俸となる9億円をもらいながら、2021年は4勝に終わり、その後も9勝7勝と成績は低迷、年俸は 2.6 億円まで下がったものの、それでもコスパは最悪で、すっかり肩たたき候補に。フリーの野球ライターからは、日本復帰後の田中は球速こそ150キロを超えていますが、
スプリットとスライダーの衰えが目につきます。スプリットで空振りが取れず、スライダーも球速が落ちてきっちりコンタクトされ、さらに制球力も落ちて、昨年の防御率は 4.91 まで落ち込みました。ここ数年球界は投高打低が顕著で、その中でこの数字はひどい。故野村克也元監督に神の子と言われた田中も、今年で36歳ですから、その年齢で登板機会ゼロでは首を宣告されても不思議ではありませんとコメント。なんと首の可能性すら示唆しており、その中で怪我で離脱し、先日ようやく復活ですが、大学生相手に捉えられていること、年齢も年齢なので、いよいよ引退も近いのではと言われる事態になったようですね。ただ田中投手はもちろん、球団側にも引くに引けない事情があるとも言います。それが迷宮界入りに対するプランで、いろいろと裏で進んでいるのも事実だと言います。日本復帰後の成績を見れば、田中は完全に落ち目、200勝を手土産に引退してもらいたいというのが球団の本音でしょう。年俸は下がったとはいえ、田中は未だにチーム屈指の高級取りですし、チームメイトとも距離があるというもっぱらの評判。昨年発生した安楽智弘のパワハラ騒動では、田中がいじめを容認していた疑惑が浮上し、イメージは悪化しました。しかしチームのレジェンドを、まさか200勝目前でクビにするわけにはいきません。球団は200勝を応援する特設サイトを作り、迷宮界入りを果たした折には盛大にお祝いする予定で、記念グッズもすでに発注済みです。関係者はいつ200勝を達成するか、今か今かと待ち構えている。是が非でも200勝に到達してもらわないと困る状況なのですと、週刊誌スポーツ担当記者はコメントを残しています。いくら終わった扱いを受けても、そう簡単に投げ出すことができないのが今の田中投手なのです。ただ今回の登板はあくまで復帰登板、いろいろと調整段階な部分はあるでしょう。今後は登板翌日の体の反応を見ながら、イニング数、球数を増やしていく予定だといい、あと3勝に迫る200勝への思いも強く持っているといいます。応援してくださってる方々のためにも頑張りたいし、そこが自分の原動力の一つでもあると力を込めた田中投手。自分の野球人生、まだまだ自分自身終わるつもりはないんで、まだゲームでいける状態ではないですけど、長い目で見た時にこの時期はすごく自分にとって大きい時期なんじゃないかなと思いますとコメント。終わったと言われている田中投手ですが、本人はまだ前を見据えています。今季中の一軍復帰を目指し、着実に前進することができるのか、今後に注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。